加速器っていうのは、まあ、あのタイムマシンのようなもので、今から138億年前の、まあ、ビッグバンと呼ばれる、大爆発で、宇宙が誕生した、その頃まで、一気に遡ろうっていうわけですね。僕らが今調べているのはこの電子と陽電子が衝突したときに、高いエネルギー状態ができて、ビッグバン直後の高いエネルギー状態ができて、でそこから、B 中間子と呼ばれる粒子と反 B 中間子と呼ばれる反粒子が、まあ、そこで大量に作られるわけです。でその壊れ方というのを精密に調べて、なぜ今宇宙には物質だけが存在していて反物質がなぜないのか、まあ、宇宙最大の謎ですね。その謎に迫れるような、発見ができたらいいなというふうに今考えて実験を進めています。電子と陽電子ビームがこう飛んできてベルの測定器の真ん中でぶつかって B 中間子が生まれて、それが別の粒子に崩壊をして、うん、飛び散っていく。なるほど。それを、まあ、この、検出器でいろいろ見てます。この検出器の中にはまあ、見えないんですけれども7種類の、違う機能を持った検出器が組み合わさってます。我々が作ったトップカウンターというものとか、粒子がどんな種類のものかですね、まあ、それはスピードを測れば分かるんですけれど、そのスピードを精密に測る、我々が作ったトップカウンター。トップカウンターはですね、この衝突点からだいたい 1.2 メートル離れたところに、設置されています。で、まあ、非常に長くて、まあ、だいたい3から4メーターくらいの長さの石英の板と、あと光検出器とその読み出し機器で、まあ、構成されている検出器になるんですけども、この検出器と何かビームの運転中に問題が起こった時にはその、まあ、問題解決をするためにこちらに滞在して、まあ、すぐ現場にアクセスできるような環境で作業しているというところですね。まずこの角型の PMT でこういうタイプ MCPPMT というタイプは15年前ぐらいはなかったんですよ。世の中に製品としてなくて、でそれをまあ浜本フォトニクスに作れませんかということ でこういうのを作ってもらったんですね。で今はこれをこういっぱい並べて512本並べたものが実際のベル2実験で使われています。光検出器を開発するのもやってるんですけども、どれだけ正しく性能が分かるかっていうことも重要で、まあ、主に学生さんとか、まあ、大学の研究室では測定器の性能を測る測定器をちゃんと作るというところも研究になってます。僕は今ここから先のことをやろうとしてて、その測定の時間をなんていうんですかね、ずっと測定できてられるようにして効率よく測定しようとしてます。基本的にはベル2はここら辺全部使ってる感じです。で特に名古屋だと世界中にある計算機施設がなんかシステムのトラブルなく動いてるのかっていうのを監視するモニターであったりとか自分たちで開発して導入していったりしています。でも一つの研究室でこんだけ計算機持ってるところってほとんど少ないと思うので、まあ、これだけある環境の中で解析
できるっていうのは、まあ、恵まれてますし、新しい難しい処理とかもできるので、まあ、そういうところも。やっぱり最先端の装置なので、まあ、スイッチを入れたら安定に家電製品みたいにずっと動くってことないわけですよ。常にいろんな問題がやっぱ生じうるような、そのギリギリの性能のところで動かしているので、まあ、常に人の目を光らせて動かしていかないといけない。でそれを世界中から来る分かってる研究者と名古屋大学の学生も一緒になって、その最先端の研究を支えているということですよね。